太様。だとしてももう時間も限られています。ここは彼女を追いかけましょう。わかりました。元より宝台様の人生です。あなたが思ったようにするのが一番です。ただしそれとは別口でモテオーラを高めることは忘れないでください。モテオーラが弱いままだと告白が成功してもちゃんと天使の矢の力が機能するかどうかわかりませんから。でどうするつもりですか。まさかまるっきりノープランってことはないですよね。あ、そうだ、移動開始の前に一つ忠告を。忍様のおかげで悪魔はいなくなりましたが、まだダークパワーは女の子たちに残っています。後遺症というやつですね。